ギリエルメミロメムグスマンは、ブラジルマラニョン州インペラトリス出身のサッカー選手。アメリカミネーロ所属。ポジションはフォワード。2007年に、クルゼーロ EC のトップチームに昇格し、カンピオナアートブラジレーロでは、チーム内得点王になった。2008年にはさらに得点数を増やし、得点ランク5位に入る18得点を記録した。2009年2月、 ウクライナプレミアリーグの FC ディナーモキエフへ移籍し、5年契約を結んだ。クレーベルとのトレードという形となり、クルゼーロ EC にはさらに移籍金900万ユーロが支払われている。2009年8月29日、FC ディナーモキエフにアンドリーシェフチェンコが加入したため、余剰戦力とみなされ、PFC チェスカモスクワに1年間の契約で期限付き移籍した。 またこの契約には、シーズン終了後に完全移籍に変更できるオプションも付けられた。チスカ・モスクワでは SE、パルメイラスに期限付きで移籍したバグネル・ラブの代役としてチームに加わることになり、デビュー戦のクリリやソベトフ・サマーラ戦では2ゴールを挙げた。2011年3月、アトレチコ・ミネイロに完全移籍した。FC ディナム・キエフへは移籍金600万ユーロが、 支払われた。2016年1月19日 SC コリンチャンスパウリスタ遺跡。ありがとうございます。